はい、皆さん今日は、アーレ・ダビッドソン、スポースター48、これにですね、ハーレー純正のグリップをつけていきたいと思います。それではやっていきましょう。でこの車両にはグリップとお揃いの、フットレスト、これが、買ってすぐにですね、装着してあったんですけども、グリップの方はちょっと、億劫になってまして、取り付けをしていませんでした。今日はこれからそれを取り付けていきたいと思います。ハーレーは、全てネジがインチネジになっていますので、その際この使用するのはハーレー用のインチの工具を使ってやっていきたいと思います。レバーの位置がすぐ分かるように印をつけておきます。ワイヤーテンショナーの手を、緩めてワイヤーの長さを長くします。テンショナーを元に戻すときに、分からなくなっちゃうといけないので、このネジ穴の、長さをノミスなどであらかじめ測っていくと後の作業は楽だと思います。すると、ワイヤーが、伸びて、ここの隙間から、ワイヤーが取れやすくなりますので、これをここから抜き取ります。こんな感じです。この部品は小さくてなくしやすいので注意して保管しましょう。スロットルレバーは、この状態でもうフリーになりますので、簡単に抜くことができます。ウインカーのスイッチ、これがハーレーは遠くて押しづらいので、オプションで、長めのスイッチがあります。それを変えていきたいと思います。簡単に取り付けられます。今日使うのはハーレー純正のグリップです。ロゴがかっこいいです。スロットルはこっちになります。ワイヤーを入れる前に、シリコングリスを塗ってあります。
これで作業は完了です。ウインカースイッチ右左、それとクリップがつきました。